皆さん、日本代表にワールドカップでどこまで行ってほしいですか？できることは優勝ですよ。いや、森保さんのまま行って、結果出さなかろうが出そうが別に協会変わんないもんだって。いや、マジで変わんないと思うんだよな。森保さんでダメだったらすいませんでしたみたいな感じした新しい監督呼ぶだけだし、森保さんでよかったらレッツゴーっつって、またあれするだけだし。でも本当に、なんかこう、代表戦の時期は、求められるから喋るけど別に、日本人だから優勝してほしいって感じですね。死の組に入って逆転できないジャパンが露呈してしまわないか不安ですね。そうだね。どこと当たりたいとか正直ないっすね。ベスト16、ベスト8に行きやすい楽な組に入ってほしいですね。どこと当たっても日本だったら見るからね。むしろ他の国とかで、なんかこう注目カードとかね。どこだろうな。イタリアいないの痛いけどね。スペイン対ブラジルとかやってほしいですけどね。とか、フランス対ドイツとか。ちょっとポットとかちゃんと把握しないで言ってるから適当に言ってますよ。日本にワールドカップ期待していいですか？グループ突破向けて今からできることなんだと思いますか？いや、本当だ。日本に関しては、あれですよ。まず組み合わせ？組み合わせが良かったら微妙な国でもワンチャンいけるからね。だからどの程度期待するかっすね。ベスト8、超運良くてベスト8を勝手に行くみたいなあるかもしれないですけど、本質的に強くなるみたいな、強豪国にのし上がるみたいなのは期待しちゃいけないっていう感じですね。Sure.